4月19日、天地を震撼させるように鳴り響くドラの音とともに、東京文化会館で新院日本公演の幕が開きました。美国神韵巡回艺术团的首场演出，在日本最负盛名的音乐剧场东京文化会馆拉开了序幕。因为中日两国的文化有很多的相似之处，所以神韵演出所展现的中华传统文化的内涵，深深地感动了现场的每一位观众。中津川博郷衆議院議員は新院の忠実なファンになっています。今日で6回目ですね。ね、毎年、来てます。今年もね、素晴らしい感動をありがとうございました。香道と茶道の継承者、野口片香さんは、2年ぶりに再度新院公演を鑑賞。今年も心に訴えるものを感じたと述べます。正しいもの、良いものっていうのは残るんですよね。そして感動って言いますの、心に訴えることができるものって言いますの、やはり心が出てませんと訴えるものがないんですね。それをすごくね感じております。ロータリークラブの大江さんは、神韻が表現した神殿文化に敬服します。神様とか道ね、道、それからお仏様ね、この3つの気持ちが台湾の中国5000年の歴史にとてもよく残っているなというのが見ててね、とてもよく分かりました。さすが私たちが昔学んだお兄さんの国だなと、そういうふうに思いました。新院日本公演に先駆け、中国領事館は大量の誹謗中傷の書簡を日本の関係者に送付し、新院公演の干渉を阻止しようと目論みました。そんなもの日本という国は通用しませんから、自由と民主と人権の国ですから。中津川議員は来年も必ず見に来て、新院不安の新記録を作りたいとも述べました。新東人テレビがお伝えしました。有人说他是专制政府的，政府与危险的，相当大一家嘛。